バイ。海、海、海、学名バビロニアやポニカはワイカに分類される巻貝の一種。またバイが属するバイバビロニアの貝類を総称して、バイと呼ぶことも多く、1970年代以降、水産物やその加工品としてバイの名で出回っている貝は、バイによく似た海外産の同族別種であることがほとんどである。 さらに形が似たエゾバイカの食用外の一部も一般的な通称や流通名としてバイと総称されることがある。従来バイ属はエゾバイカに入れられていたが2000年以降の研究結果では独立したとがとするのが妥当であるとされる。なお、バイとは貝の音読みであり、バイ外というのは語義が重複した呼び方である。競技のバイ、すなわち 標準和名のバイ・バビロニアやポニカは、南西諸島を除く日本全域と、朝鮮半島、中国の一部などに分布する、温帯種で、内湾から外洋までの沿岸域の旋回さで底てに、潜って、生活を強いる。沖縄には近縁の薄いロバエが分布する。典型的なフニク食であるため死んだ動物の匂いに、敏感で、魚などの死体があると素早く集まりたい内に。 格納された糞を長く伸ばして、肉や内臓を食う。この性質を利用して、カゴに、飼魚を入れて海中に沈め、バイオに漁獲することができる。この漁法は、バイカゴ漁と呼ばれ、カニカゴ漁と並ぶ、代表的なカゴ漁の一つである。カゴの形は地方によって異なる。人間の生活圏近くで、比較的大型のこの貝が簡単に漁獲できるため、 古くから、食用の貝として親しまれてきた。禁煙のエゾバイカ、いわゆる、つぶ類のように有毒の唾液性を持たないため、茹でた貝から抜き出した身は、内臓ごと全体を食べることができる。調理は、例えば多く取れる富山県では、醤油と砂糖やみりんで煮たものが多く、祭りの料理の定番だった。くるっと回しながら用事などで取り出すと内臓まで取れる。 冷蔵技術が発達した1980年頃から内蔵以外を刺身として提供されるようになった。最初は料亭などだけだったが、スーパーでも売られるようになった。エスカルゴ風にしてパンサイスカルゴで食べさせるレストランもある。2010年頃から媒外ご飯も注目されるようになってきた。近年は内腕が内分泌化クラン物質である。 有機鈴が合物によって汚染されたために多くのメスが生殖期が中ば有化して生殖能力を失い激減している。そのためかつては庶民の食材であったバイも1990年代頃よりは本バイクロ黒イと呼ばれる高級食材となり価格もかなり高いものとなっていった。しかしその後の船舶塗料規制により2000年以降は一部の 海域で復活しているとも言われ、特に日本海側では市場に出回るほどの漁獲がある。石川県などでは他のワイと区別するため、本州からの模様から小豆ワイと呼んで区別する。1988年、昭和63年4月1日発売の40円普通切手の衣装になった。1980年代以降、水産市場に出回り市販の弁当のおかずなどとして、 入れられている倍の大半は、同じ倍属の外国産の別種であり、いわば抗議の倍とも言える。そもそもは1970年代後半頃から、倍の安価な代替品として、中国近海産の山口倍や台湾倍などが大量に漁獲、輸入されるようになった。これらは、香港の業者が扱っていたため通称、香港倍とも言われていたという。 しかし1990年代に入ると、さらに安価で豊富な資源を求めた結果、中国近海のものに代わり、より遠方のベトナムやインドなど、インド洋海域の倍が市場で多く見られるようになった。それらは、セイロン倍やベンガル倍、あるいはボルネオ倍などであり、2000年代初頭以降は味付け加工の倍のほとんどすべてがこれらインド洋産のものが占めている。また、 バイはサザエ、ハマグリなどと共に、日本の代表的な食用貝の一つであったため、サザエやハマグリという和名が多いのと同様、外見上バイに似た貝には、バイという和名を持つものも多い。これは、分類には関係なく、禁煙なイゾバイ科の貝の一部のみならず、サラサバイのように貝殻の形は似ているものの、かなり縁の遠い種にもバイの名が付けられている。型の貝殻を持つ貝類の総称には、 英語のウェルックやフランス語のブラッド、主としてヨーロッパイゾバイを指すがあるが、必ずしもこれらの概念は日本語の総称としてのバイと一致するわけではないが、これらの語の和訳にバイが当てられることも多いのは他の単語と同様である。また、日本語でバイと呼ばれる、貝類はしばしば粒とも呼ばれ、これらの呼び分けには厳密なルールはなく、同じ種類の貝がバイとも粒とも呼ばれることがある。 古典的玩具として知られる米ごま、または、米ごまは、近代以降は、鋳鉄製であるが、元来は、バイの殻で作られたものである。米ごまとは、バイゴマ、ベイごまの添加したもので、そのため鋳鉄製のものにもその名残として、バイの殻を模した渦巻き模様が彫られている。本来の米ごまは、バイの殻の下半を壊した後、研ぐなどして、ラトーブの実を残し、 そこに砂や溶けた鉛などを流し込んだ後断面をロウなどで固め塞ぎ、種などを塗って作ったと言われる。これらを筆や桶などの上に被せた、むしろなどの上で回し、相手の駒を弾き飛ばせば、勝ちとし、勝った者が相手の駒を取ることができた。この遊びは、倍回しともいい、種として、江戸期の関西地方で盛んだったと言われる。また普通は、 子供が自分で駒を作ることはなく、店で売られているものを買うものであったとことれる。この遊びはその後も続き、明治期になると新鍮製の駒なども作られたが、より安価な鋳鉄製のものが作られ広く、使われるようになった。この遊びは21世紀初頭でも行われており、これにヒントを得たベイブレードなども出現した。本来のベイゴの遊びは、徴用の節句に行われることが多かったとも言われ、 ベーゴマ、カイマワシなどは、秋の季語とされる。通常は食用にしない別科の別種であるムシロガイカ、キンシバイ、キンシカイナセリアスグランスを、本校のバイと誤認し、誤食したことによる、テトロドトキシン中毒事例が、しばしば報告されいる。キンシバイ、本州中部から九州にかけて広く分布し、低砂質の水深20メートル前後の海底に生息。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。